北京証券取引所設立の背後に大きな政治的取引かフランス各地で UFO が目撃される各テレビ局が競って行動北京証券取引所は11月15日に正式にオープンしましたが 新たに上場した10名柄すべてが上昇し、ストップ高をつけたため取引停止となりました。金融アナリストの王健氏は、中国では経済的な大事件の後には必ず政治的な大事件が起こると指摘しています。同氏によると政治的な問題を抱えている習近平は、北京証券取引所の設立は王きさをはじめとする大使党と力を合わせ、 政敵である胡錦東や江沢民に対抗しようとしているのだそうです。大使党とは中国共産党の高級幹部の指定などで特権的地位にいる者たちのことを指します。北京証券取引所の会場日には新規公開株の10銘柄を含む81銘柄が取引されました。会場後、10の新銘柄に買い注文が集中し株価が急騰したため、 5分以内に全ての取引が停止しました正午の営業終了時には新銘柄の最高上昇率は500%を超えていましたが他の71銘柄のうち8割近くが下落していました取引ルールによれば取引初日の値上げ値下げに制限はなく翌日からの値上げ値下げの制限は30%となっています その理由について北米のベテラン投資家であるマイク・サン氏は香港大紀源とのインタビューで中国の資本市場については香港市場をはじめとする他の市場がうまくいっていないため今年の年末から来年の半ばにかけて北京証券取引所がホットスポットになると分析していますつまり当局は中国の資本市場に投資家や資本を呼び込むための いわば金儲け効果をを生み出す市場を必要としているのです。しかし過去数十年の経験から多くの資本が短期間だけ北京証券取引所に投機され儲けるだけ儲けたら去っていくということが考えられますそうなれば後から参入した投資家が罠にかかるリスクは相対的に高まるでしょうベテラン金融アナリストである王ウ氏は 北京証券取引所設立の背景は単純ではないと考えています。中国経済には多大な加工圧力がかかっており、事前の警告なしに北京の取引所が突然設立されたことは、上海や深圳の取引所にとって大きな打撃となると述べました。意味着、北京の上海の跟深圳の股市、都要往北京流動。当年往北京流動意味着什么 意味着这两家市场、这两个市场的资金在减少，那也就是资金面会面临减少的压力啊，所以呢，资金面会面临重压，也就是说，现有的股市、中国股市将会遇到巨大的资金的压力。氏は現在の米中関係の悪化，により、アメリカに上場している多くの中央インターネット企業が上場廃止に直面し。 中国の株式市場への復帰の見通しを立てているとし、設立のタイミングに疑問を呈しました。彼は大手通信会社3社を例に挙げ、彼らが復帰すれば必然的に中国の株式市場から多くの資本と資源が吸い上げられると述べました。中中中中国国信、中移动中通、 那你回到中股市那汇合说三大电信股在中国股市汇合，讲是讲汇合，其实是围猎，围猎什么资金？他每回来一次，他要融融一把资，每家这些中字头的大大型央企回回流中国股市，那都是一一大笔钱。氏の分析によれば、北京証券取引所の設立は。 タイミングと必要性から言えば最悪の選択であり、習近平がこのような大きなリスクを犯してまで北京証券取引所を設立したのは大木さんをはじめとする大使党に好意を示し、政敵に対して力を合わせるためという政治的な理由によるものだと言います。大剣氏は北京証券取引所は大木さんをはじめとする大使党たちとの間に深い関係がある。 彼らは80年代後半から90年代前半にかけて、以前連合事務所と呼ばれていた北京の証券取引所の設立を計画していたと述べました。公開された情報によると、1989年3月15日に北京のシャングリラホテルで、連弁設立の署名式が行われており、調印式には後に中国証券市場の中心的存在となる、大木山、町業品、 周小船らが出席しています。連弁は証券取引所研究設計連合弁公室の略称で、その延長線上に北京での証券取引所設立を考えていました。また、連弁の発足と同時に創刊された証券市場集法は、中国の政治経済に影響を与えた雑誌、財経やウェブサイト和診の創立と相まって、財資メディアグループを形成しました。 助氏は雑誌財経設立の中心人物であり王木さんと胡序律氏はその時に非常に親密な関係を築きました王憲氏は習近平による北京証券取引所の設立は王木さんをはじめとする大使党たちと手を結んで政敵である胡錦濤や江沢民に対抗するための政略的な取引だったと認識しています 那头笼住太子党，主要的目标是谁？主要的目标就是江泽民跟胡锦涛势力啊！我们就所以我们可以看到，因为北交所这件事情从天上掉下来，没有经过酝酿，没有经过审视，而且这件事情对股票市场重大影响，在这个时候成立股票交易所疯了，但他为什么疯？ 风的原因是什么？政治交易。所以你想一下，中国股票市场，或者我们讲证券市场，因为这件事情迎来一场血雨腥风。这种血雨腥风不是无缘无故产生的。在中国，这种级别的经济经济事件，或者是经济版图的变迁，跟什么有关？跟权力版图变迁有关系。次のニュースです。 11月9日の夜、フランスの複数の町や都市の住民が夜空を飛ぶ光り輝く円筒状の UFO の映像を撮影しました。関連ビデオがインターネット上で出回っており、多くの議論を呼んでいます。英国紙デイリーエクスプレスによると、オレンジ色に光るティックタックキャンディー型の UFO がその晩南フランスの地中海沿岸を飛行していたようで、 南フランスのいくつかの街で目撃されたとのことです。南フランスの人々が撮影した UFO の動画はインターネット上でいくつか出回っています。ソーシャルメディアではフランスのクルノンテラルで撮影された一本の動画が紹介されています。動画では車に乗った男性が光る飛行物体を目撃し、停車して写真を撮っています。その男性は恐怖や興奮からか、 息が荒くなっているようですまたババラス・レフロの人々が撮影した別の動画では光り輝く UFO が家の上を飛行しています最も興味深いのはモンピリエで撮影された動画で UFO が直進に加えて円を描いて飛行し 最後ににはは別ののの方向に素早くくく飛び去っってていい様子がが映っていまます。す。動画の中では驚く目撃者の声が聞こえますフランスの民間テレビ局 TF1 やその傘下の LCI などのいくつかのテレビチャンネルもこれらの UFO 映像を流し専門家を招いて UFO がエイリアンの宇宙船なのか衛星なのかドローンなのかレーザーなのかを議論しています。 他にもフランスの未確認、耐久宇宙減少研究グループに対して、これらのビデオや ufo の目撃情報を調査するよう求めている人もいます。同グループは ufo の調査研究を担当するフランス国立宇宙研究センターの一部門です。今日の機嫌、東京ちょうどい多谢收睇。総体、相互、真相、名簿、放棄、お会いし、いい。